じゃあ青石の見分け方、これ一番最初に宝石の塩から習ったんだけど、これエメラルドカラーフィルターって言います。で、さっきの石と店先にさ、いろいろパーって見て水色の石があるやない、片っ端から持ってきちゃう。7時回ったぐらいけん、ちょっと店閉めるのには時間があるけん、ちょっとごめん、またセブンイレブン行ってきてくれる？はい、わかりました、うん、ちょっと写真撮ってから。うん、いいよいいよ、はい、あ、そういうの持ってくるけんね、なんかね、箱なりなんかに入れて持ってきたら、だけどそこにトレイがあるやろ、トレイでもいいけん、そうそう、たら物を炒めていけね。おお、うん。はい、そう。うん。ね、多分この色からしたらもう全部実はブルートパーズなんよね。で、もっと水色の石とかなかった。この色目だと、もう見るからに分かってしまっちゃうね。まあ、水色の青い石というよりも水色の石ってことかな。ちょっといい、はい、じゃあ座って、はい、じゃあエメラルドカラーフィルターを目の方に当てて、そうで光を当てながら見てみて、グーッとグーッとグーッとこんな感じでグーッと、そうそうそう、そんな感じ。どんな感じ？赤くなるのと、うん、そのままのがあります。うん。それともう一つあるはずよ。その今のやつ。今、そうそういうこと、そういうこと。そういうこと。そう。はい。で、もう結論を先に言ったらね。結論を先に言うと、まるでペリドットみたいなそのアップルグリーンになってる、それがアクアマリン。で、抜きっぱなしの時は電池がなくなるけど、抜きの時は必ず消したくない。そうそうそう。いざという時使うようになるけど。必ず。そう。ですか。はい。で、アップルグリーンって見慣れなちょっと見えんよね。一見変化なしみたいに見えるかもしれないけど、よーっと見たらその黄緑色、まるでペリドットみたいに見えるのがアクアマリンです。だけど私お客様の前でこの色、この宝石何って言われたら、この動作をしてアクアマリンですって一遍ちゃんと確認しながら答えてます。もしかしたら見落としがあったりかっけ。で、簡単に言ってしまえばね。はい。エメラルドカラーフィルターで見たときにアップルグリーンになるのがアクアマリンで、変化なし、もしくは赤くなるのがブルートパーズだということでいいと思います。私たちが知っておくべきことは、うん、でその赤くなるのの変化がどうのこうのとか言ったら、もうはっきり言ってその専門的な表現になっていくけどね、うん、そこまでお客さんは求めんと思ったっていうことです、うん、だけど大体ねこういう色って言ったらブルートパーズが多いんですよ。でだけどね、逆に言えばこういう色をしとうときが逆に今みたいにアクアマリンかなブルートパーズかなって考えないか、こういう薄い色の時で、アクアマリンはね空の青だったり海の青だったりするので、要は今から船旅をする人、今からその飛行機に乗る人とかなんかのその
安全、交通安全の旅の安全をのあのお守りとして、昔はあのその船乗りさんだとか、あの飛行機に乗る人とかにあの送ってたという、うん、っていうあのヨーロッパでそういうあの風習があるという石ですね。旅のお守りの石ということになってます。以上、はい、ですか、はい、ということで今日はアクアマリンとブルートパーズの見分け方をしました。JR 福奥豊線春町駅より徒歩1分、春町質店。